鏡があるときはやっぱ自分のシルエットとか周りと合わせるとか、まあ、っていうのが、まあ、利点。鏡あるとやっぱどうしても自分を見てしまう。でも、まあ、練習の時だからそういう確認で見るのは全然いいと思うんですけど、やっぱりダンスってお客さんに見せるものだから自分だけ見ちゃうとどうしてももうそこだけの世界になってしまうので、もうお客さんがもう普段から練習の時からいると思ってそういう意識を持ってると、やっぱりステージにいた時もやっぱり倍以上、練習以上の力を発揮できると思うので、逆に集中できるし、あとは周りを感じられると思うのね、うん、なんか、あ、今この人がここで動いてるな、この人の熱量これぐらいだな、鏡を見た後、それこそ本当に自分しか見えなくなっちゃうから、なんかね、周りを感じて、で、それこそワックとかソウルダンスってソーシャルダンスって人と踊る、全然周りとか見て友達と目合わせてニコって笑って踊ってくれていいんです。
私は初めてのジャンルだったんですけど、とても楽しくて、最後もペアで向かい合って踊ったりした時もこういろいろ気をつけるところもあったんですけど、まず楽しむっていうことを考えてペアのことを踊ったりできたので、とても楽しかったです。もうまずは楽しかったっていうのが一番なんですけど、また自分の可動域のこう狭さとか、改めてダンスのなんか自分がまだわからないような体の動きとかをたくさん知れたので、すごいいい経験になりました。でも羨ましかったです。私も踊りたかったです、はい、でまたなんか一番キンキンだと、今日受けた3年生は4月の終わりに大会を控えているので、アルトリズムさんも同じく4月また D リーグがあると思うので、お互いいい結果が出るように頑張りたいと思います。応援してます。ありがとうございました。アルトリズムかける、コマエ高校沖縄最高、イエーイ、カット。